IAI West Wind IAI West Wind はアメリカ合衆国で開発され、後にイスラエルエアロスペースインダストリーズで20年間にわたって生産されたビジネスジェットである。アメリカ合衆国のエアロコマンダー社が開発し、1963年1月2日に初飛行したエアロコマンダー1121ジェットコマンダーが原型機である。 ビジネスジェット機としては標準的な形態で胴体後部に双発のエンジンナセルが配置されているが直線翼の主翼が途中翼配置とされた通常7人の乗客を乗せるが乗客10人登場や貨物機に簡単にレイアウトが変更できる試験飛行は順調に推移し1965年初めに製造と販売が開始されたがその直後 エアロコマンダー社はノースアメリカンロックウェルに吸収合併されることになりロックウェルはすでにビジネスジェットのセイバーライナーを生産していたのでハントラスト法によって両方の機種の生産が問題となるためジェットコマンダーの製造権を売却することになり1968年にイスラエルのイスラエルエアクラフトインダストリーズが製造権を購入したモデル1121は Z コマンダーと IAI で百五十機が生産された。IAI は胴体を延長し主翼の揚力装置を改良し、翼タンタンクを装備する改造を行ったモデル百二十三を開発した。千百二十三では最大離陸重量と航続距離が改善された。千九百七十六年にエンジンを効率の良、e、いガレットトフ七百三十一ターボファンエンジンに換装し、 主翼を改造したモデル1124が開発された。1975年3月4日にパレスチナのテロリストがボートで上陸しサボイホテルで人質を取る事件が起きたことからイスラエル空軍は1976年にウェストウィンドを海上警戒機として用いることにし IAIC スキャンと呼ばれた。シースキャンは1978年より 第120飛行隊で運用が開始され、2017年1月より段階的な廃止が開始された。海上警戒機としての後継機種としては、無人航空機の IAI ヘロンにエルタ、システムズセール M-2022 海上監視レーダーとタマンモスプ電気工学センサーを搭載したモデルが担っている。1980年に、 改造型モデル 1124A が開発され、1987年までに、Z コマンダーとウェストウィンドの総計で442機が製造された。ありがとうございます。